今日は自民党沖縄県連島袋幹事長の事務所にお邪魔しております。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。わざわざありがとうございます。はい、6月に県議会議員選挙を控えて、はい、いろいろと慌ただしい動きが出てきておりますけれども、また東京の防衛省への行動お疲れ様でございました。ありがとうございます。オール沖縄側はですね、今回の選挙の争点を辺野古一点というよりも軍拡反対、基地反対、要するに米軍自衛隊ですね、そういった方向に持ってきて大きなうねりを起こしているような気がしますけれども、それについてどう思われるのかというと、自民党の独自の今回の選挙の争点を教えていただければと思います。うるま市の石川のこのゴルフ場跡地の自衛隊の配備計画を含めてですけれども、私どもは大臣と3度お会いしましたけれども、一度目は要するに地域の合意形成を図って、しっかりと地域の皆さん方の意見を聞いて考えてくれという話をしましたけれども、あまりにも地域の皆さん方の合意形成が非常にままならずに拡大的に広がっていって、もう反対という形になってましたけれども、我々としても条件的に防衛省にも大臣にも申し入れしたのは、やっぱり膝を交えて話しないとですね、あまりにも強権的な面の形に取られたら大変ですよということは常々言っておりましたんで、2回目大臣の要請の時にはしっかりと踏み込んで、自民党県連としてもうるま市のこのゴルフ場の跡地の土地の購入も断念してくれということに踏み込んだ要請しまして、去った先週におきましては3度目の要請と、3度目はうるま市の中村雅人市長も一緒で、島地雷子議員も一緒でしたけれども、その意向を聞いて、大臣が明確に判断をしたということでありますから、我々自民党は何も自衛隊の配備計画が反対でもありませんし、島しょ県であります、ましては台湾有事の南西諸島のいろんな面でのラインを考えると、防衛の強化っていうのは重要だったと思っていますし、また自衛隊においてはですね、この15旅団の師団化に格上げについてはですね、しっかりとこれ俺は容認という形では言っておりますんで、ここはしっかりと決め事にはしっかりと説明をする義務がありますんで、ここは2点3点するわけにいかないだろうということでの土地の購入の白紙撤回を求めて今日に至ったということだと私は思っております。今回は根回しが最悪だったと思いますね。詰め事、要するに話し合い、意見交換というのがきちんとできなかったというのが第一だと思ってますから、ここをないがしろにしちゃ全部組み立てはできないよというのをしっかりと政府はもう理解してもらっていると思いますから、ここも丁寧にきちんとやるべきでしょということを改めて、これからもいろんな面で出てくるんだったら我々は言い続けたいなというふうに思っております。あとはですね、ぜひ先生からまた東京の方に打診してほしいんですけど、北部訓練場というのは相当な面積を占めていますですよね。で、米軍専用施設になっているんですけど、そこに自衛隊の訓練も入れれば日米共用施設となってですね、専用施設の比率がガタッと減りますから、一石二鳥だと思ってるんですけどね。こんな小さい島に俺は米軍、ここは自衛隊というような区分けをしないで、もう統合の話も出るぐらいですからね、それぐらいの融通性を持ってもいいんじゃないかと思うんですね。そこはもう我々もいろんな指揮者の方々や我々所属の議員たちも含めていろいろ議論をしながらですね、何が一番最善かということも含めて、いろいろやっぱりその辺のみんな意思統一の意見は確認事項しないといけませんので、その意見を持ちながらですね、これからどういった形での話が出てくるのに対してですね、我々も求めていくかというのが大事だと思ってますから、その辺をしっかりと順番を踏みながらですね、これからの我々を望んでいきたいなというふうに思ってます。稲嶺県政、太田県政、中山県政の議会の冒頭にですね、保守系の県会議員の方々が団結して、住民が誘致した基地もあるということで強調して説明して、全県議会議員に納得させていたんですけど、これは復活すべきだと思いますね。在庫の連中は勝手にですね、住民がキャンプに強制収容されているときに勝手に米軍が作ったということを知事まで平気で嘘ついてますから、それはまた復活させてですね、住民が誘致した基地もあるということを理解させるだけでも、基地問題に対する意識が全然変わってくると思ってるんですね。過去の県議会の先輩方の議事録も拝見しますとですね、まさしくそういう歴史的な面のこの過去の流れというのは議事録としてきちんと残ってますんで、そこも我々もしっかりとこの理解しながら、また解釈を求めながらですね、初当選の議員の皆さん方から先輩議員の皆さん方まで一つ意思確認をするべきだと思ってますんで、そこは丁寧にやっていきたいなというふうに思ってます。最近のアンケート調査では、若い世代は従来の反米から少しフレンドリーになってきている傾向がありますから、保守王国を作れないかなと私は先生に期待してるんですけど、はい、その辺は今学生の皆さん方とも今いろんな面で対話というのが大事ですから、今の学生の皆さん方が求めているのはどうなのかも含めてですね、これから沖縄の未来志向をしっかりと語って議論していきたいなと思ってます。県民として一つ気になること、地域外交化
というものが昨年設置されました。質から今年課に格上げされて稼働していると思うんですけれども、どういった経緯で課ができたのか、あとは民間の団体が諸外国との交流でいいはずのものを国の専権事項を犯してまで外交に踏み込んで、一時が外交と銘打って他国に行くのはちょっと違うんではないかという声があらゆるところから出ているんですけども、課ができた経緯、それからそれに携わる委員はどのように選定されているのか、島袋幹事長の方からいろいろ教えていただきたいと思うんですが、地域外交という形で専門部署も作ったということでありますけれども、知事はいろんな面で各国の方に足を運んでですね、基地問題を訴えているみたいですけれども、47都道府県の1県が沖縄県であってですね、一県の知事がまあ外国に行ってしゃべるっていうのは、まあまあ自分の思いを政治的な面で言うっていうのは、まあ理解は一つするとしてでもですよ、この地域外交を作って海外に行って、そうすることによって何の結果が出るんですかの話ですよ。またそれだけの職員を集めてですね、担当部署にS級の職員なんかを集めてですね、そういった形での議論のものものを考えなさいと、また民間の皆さん方と連携取りながら委託をしてやると、あまりにもですね、やりたい放題のような状況でですね、今県民が求めているのは何なのかってことを考えれば、物価高でいろんな面で明日生活するのも大変な状況でですね、本人はへいこらへいこら海外に行って VIP 扱いみたいな形でですね、基地は大変なんですよという形を言うこと自体ですね、優先順位がどうなっているのかというのが我々は県政野党として常に追求してますけれども、まあへでも感じないような形でですね、県民のために俺をやってるんだということのメッセージをすること自体がですね、もうちょっと県民の皆さん方にも分かってほしい点、まさしく今おっしゃる点がですね、何を優先順位にして考えられているのか分かりません。我々が追求している意味でもですね、全く返ってきませんから。おかげで令和4年の県庁の職員が100名、30代から40代の優秀な職員が100名辞めてますんで、とうとう歴代のですね、定年退職者の人数を上回ってますんで、要するに基地だけオンリーをした県政だからこそ、県庁職員は優秀たる公務員の皆さん方はですね、県が一番やるべきこと、今優先順位は何なのかということを考えれば、基地問題だけじゃないでしょうという意思表示だと私は思ってますよ。ここを気づかない玉城県政自体が県政崩壊につながっているとしか思いはありませんので、ここは我々自民党の野党中心に中立も含めてですね、ここはおかしいだろうということで、去った議会もずっと皆さん質問されてましたんで、ここはまあ我々ももうちょっと頑張ってですね、そこをしっかりと問いただしたいなと思ってます。耳が痛い話しかもしれないけど、ズバリ話しますとね、佐賀県の知事は国政への参画意識が全くないんですね。今まで見ておりましても、ただ言いたい放題、国に反発して金を取ろうとしているだけなんですね。その原因を調べてみるとですね、各都道府県知事の最優先課題である各省庁への次年度の予算折衝、これ沖縄県だけ免除されていまして、内閣府が代行するじゃないですか。だからもう暇でしょうがないんですね。沖縄県知事は、各都道府県の知事は9月ぐらいから必死になって予算折衝入りますからですね、こういったのを見ていてですね、私は沖縄県民としてアンバランス的な感覚になるんですね。能力的にも我々決して本土に東京にも負けませんよ。人材的にもね、沖縄だけ特別視して内閣府が代行して、要するに車でいうと代行運転ばっかりしてるもんだからですね、ふんぞり返ってるわけですね。それでまた玉城知事のフィリピンでの言動も調べてみたんですけどね、予備知識も学習しないで行って、はぁ行ってって手を振って、基地問題で苦労してます、私は哀れな人間ですっていうアピールしかしないからですね、国に恥をかかしてると思うんですね。だから一日も早く、これは痛みが伴う自己変革になるんですけど、他府県と同様な処遇をしてくれと、特別報告みたいな処遇をしないでくれということをですね、県民を挙げてまずやってほしいなと思うんですね。各都道府県との競争心も大事だし、そのバランスを取ることが必要だと思ってるんですけどね、なんか沖縄だけ腫れ物に触るような感じがするらしくて、内地の官僚もですね、言いたいことは言えないと、同じ土俵の下で競争させてくれると、そうすれば自然に国政への参画意識も持たれるんじゃないかと思うんですね。今の体制は異常だと私は思ってるんです。先生がおっしゃってる点も理解はしますけれども、私は毎年この予算折衝で、今回も8月から次年度予算の詰め方が始まりますよ。毎回私は上京して内閣府に予算要求の入り口論から入っていくんですけれども、まあ、全国と違って全国は各省庁のからの予算要求いきますけど、沖縄県は内閣府でパイとしてなって、ここで予算を決めていくんですけど、ここでの予算の押し引きも大事なんですよ。まあ、全国一律するのも大事ですけど、今ある現状での予算の押し引きも我々やってる中でですね、そこでまさしく先生がおっしゃるように、知事は要請書を読んで終わりなんですよ。普通の知事なら押し引きもしながら、この上積みをお願いしますというのがリーダーの仕事でですね、今県議会のこの与党革新共産党中心の皆さん方が今言ってる言葉というのは、我々が議会で次年度の予算要求の質問をしているときにですよ、玉城デニー知事に予算を求めていくのはお前らの仕事だろうとやじが飛ぶんですよ。
こんな県議会あっていいんですかの話ですよ。これまさしく報道ベースでも載りませんよ。あの県議会の中で私が質問してる後ろからのヤジは、予算取るのは自民党の仕事だろう、税率の延長を決めるのも自民党の仕事だろう、お前ら頑張れよって終わりですよ。この人たち一切何もしないで座り込みだけしてていいのかって話ですよ。全くこの機能が県議会の今革新の与党の皆さん方全く動いてませんよ。動いてないっていうか動くことすらできないんですよ。でここを我々はもっと県民の皆さん方にこう理解してもらおうとずっと街頭遊説やもろもろ、まあ、SNS や YouTube を使ってやりますけれども、なかなかですねこの今の現状っていうのが分かってもらえなくてですね、本当であればまさしくここでやるんだったらオール沖縄みたいな与野党で合意して合致して要請いくのが当然の話であってですね、全部片配ですよ。これ予算するの結局自民党あんた方がやりなさいよと。で予算が減ったら自民党が悪い、増えたら我々が頑張ったって、こんな論調ってないですよって話ですよね。私はそう思ってますから、ここはしっかりと今先生がおっしゃったことも大事であって、ここはもうこれからも復帰して52年経ちますんで、あり方も含めてですね、これからどのようなことがいいのかなと、まあ、逆に我々が県政を奪還すれば我々やりやすい方向だと思いますけども、そこはもうしっかりとこれからも議論しながら頑張っていきたいなと思ってます。ということはもう全て予算関係は自民党県連が頑張っているという結果なんですね。お前らがやらんといけないだろうっていう論調ですよ、あの各地でも それはとても異常だと思いますね。異常ですよ。かつて北海道には北海道開発庁というのがありましたでしょ。その時は与野党の議員はバラバラになってましたけど、北海道の開発庁がもうクローズになって、あと自分でやれということになったもんだから、今必死ですよね。与野党とも協力するじゃないですか。だからこれはね、沖縄県だけじゃなくて内閣府とか本土の大臣クラスの方々にも呼びかけてですね、忖度同時でですね、悪しき風習を吹き飛ばしたいですね。最後の連中は仕事はしないで一山もばかりつけてますからね、歴史も平気で改ざんするし、一刻も早く与野党共闘で予算を獲得できるようにできればいいですね。体制ができる、本人はそれがいいですけども、まあ本当だと我々の方で自民党中心の自民公明無所属でですね、1議席増やして関数取ればですね、もっと深掘りして頑張りますよ。それしか言いようがないと思っています。続きましてですね、先日津波警報が出て沖縄県内は大パニックになりました。交通渋滞が起きたり、どこに逃げていいんだかわからないとか、そういった声がたくさん聞かれました。そういったことで、まあ、あの台湾有事も叫ばれる中でですね、離島に関しては住民保護、避難経路、そういったことに関して一生懸命やっていこうとしている中ですね、玉城知事に要請に行ったところ、これをちょっと無限にあしらわれているという状況が起きていて、ここに関しましては自民党県連幹事長の島袋大議員はどのようにお感じになりますか。この特定利用、要するに港湾も含めて空港も含めての話だと思いますけれども、まさしくこの間 の津波警報を見て、まあ、僕の事務所は隣は後ろ側は学童保育ですけれども、9時過ぎから子どもたちが前習いしてもう避難する準備、ほぼ保育士の先生方が一生懸命やっていただいて、保育士先生方がまた各保護者にですね、連絡 SNS でこの LINE とかでですね、お子さん無事に高台に避難しましたよということも、こういう体制も取ってるわけですよね、この保育士がですよ。でこういったきれいにやっている中でですね、この間の能登地震に関しましては、まあ、海が高低差が出てきて船がつけないということになったら空の形でヘリとかの活用とかもありましたけれども、沖縄は島嶼県ですんで、もう海空を活用しないとですね、物資運ぶどころじゃないんですよね。知事にしてもあの予算っていうのはオールジャパンの全体を考えての予算ですけど、あまりにも沖縄県でのこの発信の仕方がですね、沖縄だけをやるような決め打ちみたいなこの物語にストーリーになっててですね、僕はこれ全体のオールジャパンの予算でどうするかの話なのに、我々は今考えてませんよってものの言い方はあるかって話ですよね。だからその辺の理解をされていてああいう発言なのか、あるいは意図的に伸ばし伸ばしでやって今回はいいですって言ってるのかっていうのがですね、我々の思い出ですね。県議選終わった後の6月議会でですね、きちんとこの辺の今回の津波警報もあった後でですね、危機的状況をどう対応するかっていうのは質問等でも議論していきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。沖縄には本格的冬がないもんですからね、備えるという意識が乏しいという思います。天巻市なんかは独自の判断で即6つあるゲート全部オープンにしてですね、住民の避難に移行しようとしたら、今度またこの基地のゲートに達する前に一般道路で交通渋滞になってしまって、これは日頃からやっぱり危機管理を徹底してほしいなと思うのとですね、もう一つ私は沖縄県民の全体の欠点かもしれませんけど、過去をすぐ忘れやすいわけですね。特定利用公安が空港指定に対して反対意見言ってるじゃないですか。でその時私は1956年の頃思い出したんですけど、背中上次郎さんが元気な頃ですね、
道路を拡幅すると有事に滑走路に利用されるから反対、橋を上下に湾曲させれば戦車の侵入を抑制できるって、もうめちゃくちゃしてしまったですよね。こういう失敗をですね、またやりそうな感じがしてならないんですね。何でもイデオロギーが先行してやるもんですから、過去を反省してですね、現実対応でやっていくべきじゃないかと思います。もう危機的状況も有事の時も考えてもですね、やはり港湾、海と空の空港というのは大事ですので、ここはきちんと整備できるものをやるべきだと思ってますから、この間県内市の政党座談会でも自民党の考え方ということで今内容を述べましたので、ここはしっかりと我々は我々でそういった判断で、皆さんと賛同できるようにいろんな面でですね、議論を踏まえながらですね、やっていきたいなと思っています。普天間基地は海抜96メーターのところにありますよね。那覇基地は海抜3メーター、嘉手納基地も海抜3メーターから5メーターのところにあります。そういったのを比較してですね、もう普天間基地の返還は決まってはいるんだけど、そのことだけは念頭に置いていてほしいなと思いますですね。海抜96メーターのところに2800メーターの滑走路があるということは、これは有事のみならず自然災害が発生したときも大きなインフラになると思うしですね。それでみんな普天間基地を悪みたいに言ってますけど、実は普天間基地には国連機がかかっていまして、朝鮮半島有事のときには日本政府の許可を得ないで発信できる大きな抑止力を持っているものですからね、そういうものもあるということを念頭に置いていてほしいなと思います。で、朝鮮半島で有事が発生したときには在留邦人の救出にはですね、アメリカから兵隊が行くという取り決めもありますからね、そういったのを含めてですね、もう少しグローバルな視点に県議会の皆さんもなってほしいなと私は思ってます。普天間飛行場の返還の含めてですね、跡地利用のロードマップを作成するべきだろうという話になってます。ですからこの宜野湾市も中心にいろんな面で90メーターの海抜の高台をですね、跡地利用をどうするかというのが急務になりますので、ここはしっかりと国と宜野湾市、また沖縄県も早急に連携を取ってですね、ロードマップの作成に早急に進むべきだろうということでの後押しをしていきたいなと思っております。玉城デニー知事は当選1期目の時に在日米国大使と在日米軍司令官に海兵隊の撤退について非常に厳しい論調の書簡を出してますですよね。これは県議会には許可を得たんですか？知事が出したことに関しては我々の議論はないですよ。そうですか。それであとはですね、万国診療会議に出てくる柳沢さんとかいますよ、防衛の OB ですけど、もう論理が破綻してるんですけど、よくあんな人間を採用したなと思うんですね。我々は制服だったけど、彼は文官だけどですね、文官のも一番問題児だったんですよ。これが沖縄来てどんどんデマゴーを発信してるもんだから、かなり地域に混乱をきたしていると思うんですけどね。こういったのの人選も県議会を通さないで勝手に決めたんですか？もう まさしくその通りです。ですから これはもうまさに 独裁ですね。県の方の判断でやってますんで。よく私は東京の友人から電話がかかってきて、よくこんな人間をね、沖縄県民は知事に選んだねとお叱りを受けてるんですけどね、次回の知事選ではもっとまともな人間を人選できるようにでですね、お願いしたいなと思ってます。水道料金も上がると、そんな中知事はご自分のお給料だけ年末ですか、ボーナスか、ボーナスを上げましたね。15万程度上げてますよね、はいはい、こういうことで言い訳としては国がやっているからそれになぞらえて自分も上げたというふうにおっしゃいますけれども、普段は国に反対ですけれども、自分のことに関しては国に沿ってやるという、こういった姿勢に関してはいかがお感じですか？10月からですね、水道料金が 30% 上がるんですよ。これだけ物価高でですね、何もかも上がってる中で 30% 上げる、この 30% 上げるというのは約35年ぶりぐらいなんですよね。であれば普通マンションアパートがあるときには修繕積み立てってありますよ。タイルが剥離したり塗装をし直したり、皆さんが積み立てたプールでやるんですよ。一気に 30% 上がる政策ってないですよ。ですから水道料金というのはこれ黒字企業ですよ、大体が。ここを修繕で積み立てておけば何らすら 30% 上げることなかったんですよ。これだけの決め打ち的に物価高騰でですよ。それも大丈夫ですかって言ってる割には、この共産党中心に各種の皆さん方は国のハード事業が少なくなってるからこれおかしいんだって国のせいにするんですよ。ありえない話ですよ。今までやって積み立てやれば済んだ話ですよ、この配管工事なんての修繕をですよ。そうやって48名中23対24一票差で、与党オール沖縄共産党中心の各種の皆さん方が一票差で通す、我々は負けるわけですよね、一票差で。でその後に知事は自分のボーナスを上げる案を出すんですよ。これも24対23で1票差で上げるんですよ。ということは誰一人取り残さないと言いながらですね、自分さえ良ければいいという県政運営ですよ。このまさしく県議会は知事の追認機関なんですよ、この県政革新与党は。私はずっと言っているのは、知事なぜこれボーナス上げるんですか、今の時期に水道料金も上げてボーナス自分の上げるんですか。いや国の人事官官官の指定だからと。辺野古は裁判も結果も出てるのに何回も裁判も起こして国の言ったの従わない中で、こういうのを自分が給料上げるの国に従うんですかと。
県議会は人事院勧告の中で乗らないで、ボーナスは九州で一番低いんですよ、上げてもいませんよ。だから私は今回のこの選挙戦で問いたいのは、基地問題はほぼ落ち着いてますよ。これまさしく我々が生活していく上でですよ、なんで水道料金を 30% 上げるの、またご自分のボーナスを上げるのと、なぜそれを共産党中心の各種の皆さん方は数の原理で押し付けて通すのって話ですよ。説明できますかって、できないと思いますよ。もう本当にやりたい放題のこの玉城県政ですから、あ、今日もお呼びありがとうございました。もうこれは言えるのは本当嬉しいですよ。本当に今回の県政はやりたい放題ですんで、何が何でも我々これ問いただそうかなと思ってます。まさに県政の私物化ですね。海外に行ってパフォーマンスしてるけど評価は決して高くないですからね。ガルフチンさんが駐日大使のいるときにはとんでもない不始末していますですもんね。ガルフチンさんに切れ言ばかり言ったもんだから、ガルフチン大使がその気になって沖縄に来たら本人は逃げていなかったじゃないですか。自宅で休養している状況でですね、国際的に日本に恥をかかしているように言ってほしいですね。だからそういったことで沖縄の地元の新聞社が悪いですよね。正しい情報を伝えてませんもんね。基地問題で頑張る人間を英雄視してですね、生活とか学問の分野での分析っていうのは非常に下手ですからね。沖縄はやっぱり改革してほしいなと思います。どうしても県議会選では数の問題で負けてしまう、そういった中で6月に県議会選挙が行われます。そこで自民党はその数を上回るべく候補者を考えていらっしゃるのかということをお伺いします。はい、公認推薦で22名ということで、自民党では22名の候補者を擁立しました。まあ、公明さんが4名ですので、自公で全員当選して26取れるわけですから、保守系の中立の皆さん方も一緒になりますとですね、26議席以上を取ることによってですね、我々が新たな県政の運営の数は握ることになるわけですけれども、それをしっかりといろんな面で県民の目線でやってですね、来る知事選を含めて県政奪還をもう望むしかないと思っています。これだけ我々が議会で通って話してもですね、変わらないんですよ。これほど悔しいことはありません。私も4期16年県会議員させてもらってますけれども、10年間野党です。10年間野党だけれども、しっかりとその辺は与野党関係なしに予算もつけながら、今私なりに実績も作ってきましたけれども、やはりですね、いいのはいい、悪いのは悪いとはっきり言わないといけないと私は改めて思ってますし、今回の水道料金の 30% アップとかですね、知事ご自身のボーナス上げるのにこれに賛成すること自体がおかしな話ですよ。ここは県民の皆さん方にしっかりと理解してもらって、今回の県議選の意義ある戦いにしてもらいたいなと思ってますし、そのためにはしっかりと県民目線で、県民の生活がやっぱり一番に考える我々自民党も含めてですね、いろんな面でご指摘した激励受けるのはしっかり襟を正してですね、我々も我々でまた頑張らないといけないと思ってますんで、しっかりと戦っていきたいと思ってます。沖縄は非常にいい位置にあることは確かだと思うんですね。今アメリカで安全保障会議のトップをもう6年間連続してトップを担当している陸軍大将は沖縄の移民3世なんですね。こういった方々がアメリカ行くといっぱいおりますからね、そういった国際都市を目指して新しい沖縄を建築してほしいなと思います。去年南米ブラジルアルゼンチン化してもらいましたけれども、ブラジルサンパウロの南米沖縄県人会事務所はですね、もうここ10年ですね、南米事務所を作ってほしいって言ってるんですよ。沖縄の移民はパーセンテージにはこう南米が一番多いんですよね。その中で事務所ないんですよ、沖縄事務所が。だから我々ワシントン事務所を閉めて南米事務所作りなさいよってずっと言ってるんですけどね、これだけ2世3世がいる中で、いろんな面でこの大国の中でいろんな面でエネルギー問題や穀物問題もあるんですよ。ここを県人会の要するにパイプを使ってですね、やろうと思ったら経済対策もできるんですよ。これを右から左に聞き流してですよ、自分は平気に地域外交といっていろんなアジアに行って遊んでるんですよ、この人。僕こういうのは全くですね、許せないんですよ。明確にこの県議選でですね、俺は通ってですね、しっかりと我々同士仲間みんな全員勝ち上がってですね、こういうのからしっかりと予算をつけて事務所を作るの、これが私政治だと思ってるんですよ。だからありのままに我々は県民にオープンでしゃべりながらですね、あまりにも玉城県政のですね、もう独裁って言ったら先生がおっしゃるようにまさしくそうだと思いますよ。やりたい放題のですね、この運営っていうのはいかがなものかなというのを、この選挙戦で皆さん、県民の皆さん方に参加をしてもらいたいなと思っています。そもそもワシントン事務所っていうのはどういった機能を果たしているのかっていうのも県民にあまり伝わってこない。それから予算も3000万以上使ってるというふうに、全体で1億円ですね。1億ですか。1億は使ってますから、こういったことを今先生がおっしゃったように、やっぱり南米には移民のね、ウチナーチュがいっぱいいるわけですから、こういった有益なことに
使ってほしいと思いますけどね。めぐみ先生いかがですか。そうですね、やっぱり先人たちがですね、裸一貫海外に出かけていってですね、何代も苦労を重ねながら今日の繁栄を築いているわけでしょ。こういった方だとリンクすることによってですね、沖縄からさらに人材が出ていけばですね、島の面積も関係なく、もう本当に沖縄が輝く時代が来ると思うんですね。ぜひそういった沖縄を作ってほしいなと思います。政府との板挟みで幹事長もお立場的におつらい立場でしょうけれども、とにかく、ね、県議会見ていましても玉城県政にはたくさん不満が終わりだと思います。最後にいろいろお願いします。政治は結果だと思ってます。今回の一番わかりやすいのは ETC 高速道路の料金ですね。これ延長決まりました。これ沖縄県全く動き鈍いですよ。今や自民党と経済界、沖縄の経済界が要請行くんですからね。でその後に後追いで県が行くという状況です。とうとうも ETC の普及率がワーストですんで、それを ETC つけてる人からがこの4月から料金が安くなります。ETC つけてない方は上がるんですよ。もう上がってます4月から。だからこういうのもですね、政治的な動きっていうのも全く玉城県政鈍いです。電気料金の国の支援もそうでありましたし、気圧融通もそうですよ。全く玉城県政は要するに密約でもう延長しなくていいという文書も出てきたんですから、そういったこともですね、我々自民党の政治の中でいろんな面でですね、汗かいて動いてですね、結果は別に結果で延長になればいいんですよ。誰がやろうが、自民党がやろうても自民党がやったって別に乗らなくてもいいですよ。きちんと我々は県民目線でこういった形で動いている中でですね、全く玉城知事は動かないということを理解してほしいんですよ。ここを我々はしっかりとこの県議会で数を通してですね、何が何でも今までの行き詰まりの県政運営の状況をですね、きちんと血液の循環を良くしてですね、いい空気吸わしてですね、職員が100名近くですね、中途退職ならないようにですね、笑顔でこの一流企業ですから沖縄県庁は、頑張れる職員がいっぱいいるんですから、そういった形に一生懸命仕事をしてもらってですね、県民がもっと裕福になるような形にやるのが我々の政治の仕事だと思ってますから、今の玉城県政と共産党中心のオール沖縄の革新ではできないということですから、我々がしっかりと頑張るしかないと思ってますので、一つ気合い入れて頑張っていきたいと思っております。県民の生活を沖縄自民党が支えているというふうに受け止められるお話だったと思います。めぐみ先生、最後にお願いいたします。もう繰り返しますけどね、沖縄県だけは特別支援しないでほしいと。そして我々もまた国に対する依存心を捨ててですね、自主自立の道を歩むべきだと思うんですね。精神的にはですよ。繰り返しになりますけど、各都道府県知事がやっている次年度の予算折衝はですね、沖縄県にもさせて、県知事が与党選出であろうが野党選出であろうがですね、どの場を果たさせた方がいいと思うんですね。人間暇になると余計なことを考えて仕事しませんし、最悪は頭がおかしくなることはありますからね。とにかくノルマを与えて、内政問題で義務を果たすようにしないと、今のままだともう日本国の恥さらしですよね。仕事はしないで海外に行って遊び回ってですね、こういうことをすると若い職員たちの士気も低下していくと思いますから、県民の皆さんにも呼びかけたいんですけど、他府県と同等のノルマと義務を与えてほしいなと言いたいですね。財先生からも最後に県民に呼びかけの言葉をお願いいたします。とにかく我々は詰まり詰まったこの崩壊寸前の県政運営を立て直す、これは我々自民党を中心に公明党さん、また保守系無所属の皆さんしかいないと思ってますから、しっかりとこの6月の戦いの向けてですね、結果を出して2年後のですね、県政奪還、これしかないと思ってますんで、とにかく我々も気合を入れて頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、圧力に屈しない一層のご活躍を記念しております。本日はありがとうございました。